油揚げの処世術を見習おう。新入社員諸君、就職おめでとう。諸君は今日から社会の荒波に揉まれながら生きていくことになる。早くも頭角を現し始めている人もいるだろう。そのまま順風満帆、表街道をまっしぐらという人もいよう。しかし大多数はやがて厳しい現実に埋もれていくことになる。この競争社会の中で、時には挫折を感じ、どうにもならないハンディキャップを感じることもあるに違いない。そうした中で、どう身を処し、どう地方を着々と築いていったらよいか、どこに自分の活路を見出していったらよいか、迷い抜く日々がきっと来るに違いない。そうしたとき、何に頼り、何を心の拠り所にしたらよいか、諸君は途方に暮れることと思う。そういう場合の心の支えとして、私は油揚げを推奨したい。突然油揚げが出てきて、諸君はきっと驚くだろう。しかし、我々が油揚げから学ぶべきものは非常に多いのである。油揚げは豆腐製造のついでに作られるものである。生まれながらに暴流の運命を背負わされて、この世に送り出されてきた。スタートからすでに大きなハンディキャップを背負っているとも言える。二流校出身、あるいは三流校出身と同じ境遇ということができる。一流校出身が居並ぶ会社などでは、一見将来の道は閉ざされたかのように見える。しかし油揚げは希望を捨てなかった。主流の豆腐たちは、あるものは湯豆腐、冷ややっことして主役を演じ、あるものはすき焼き、おでんなどの鍋物界で結構いい役職を与えられ、またあるものは麻婆豆腐などの中華系に身を転じて主要な役割を演じている。そうした活躍ぶりを横目で見ながら、油揚げは自分の活路を模索していた。豆腐に比べ、油揚げは容姿も見劣りがする。豆腐が白くみずみずしい肌と立体感あふれる養殖を誇っているのに対し、油揚げはその容姿扁平、色浅黒く、肌には見苦しいシワさえ深く刻まれている。油揚げはこの窮状をどう乗り越えたか。油揚げはまず活路を味噌汁に求めた。自分の進路を味噌汁の身に見出したのである。しかも自分一人ではなく、協力者と組むことを考えた。油揚げと大根の千切り、油揚げとキャベツ、油揚げとカブ、油揚げと豆腐、油揚げとジャガイモ。協力者は続々と現れた。いずれも味噌汁の身のコンビの傑作と言われるものばかりである。特に油揚げと大根の千切りの組み合わせは、味噌汁の身の最高傑作とさえ言われている。こうして油揚げは味噌汁界にこの人ありと言われる揺るぎない地位を獲得したのである。しかも大切なことは、この組み合わせのいずれにおいても油揚げは脇役だということである。パートナーを立てるという精神を片時も忘れない性格も、人々の好感を誘ったようだ。自らリーダーシップを取ることなく、周囲との協調を大切にするというのが油揚げの生き方である。社内においてもこうした生き方があるということを、諸君は肝に銘じていてほしい。周囲との協調によって良い仕事をする、これがサラリーマンの基調であることは言うまでもない。油揚げ自体はそれほど味のあるものではない。しかしこれがひとたび味噌汁の中に浸されると、
味噌汁やだしの味を吸い込み、自己の味と同化させ、噛み締めた時、油揚げ独特のあの滋味あふれる味となる。自分を強く主張することを避け、周囲との同化によって自分の持ち味を引き出す。しかもそれが自分の実力以上の力を発揮する結果となっているのである。このあたりも組織の中の人間として油揚げに学ぶべき点は決して少なくない。示唆に富んだ油揚げの生き方と言わねばなるまい。味噌汁に目をつけたという点も油揚げの並々ならぬ洞察力を感じさせるところである。味噌汁は食事の主流ではなく暴流である。主流はあくまでもご飯とおかずである。主流の中にあっては自分は生かされないと油揚げは考えたのである。そしてあえて暴流の道を選んだのである。この選択は間違いではなかった間違いではなかったからこそ油揚げと大根の千切りという大仕事を成し得たのである。人の行く裏に道あり花の山、これが油揚げの処世術なのである。味噌汁に確固とした地位を築いた油揚げは次にご飯への接近を図った。いよいよ主流への挑戦である。無論油揚げは自分が主流向きでないことは十分知っている。だから接近の仕方にも独自の創意と工夫を凝らした。誰でも容易に考えつくおかずとしての道はあえて避けることにした。油揚げが考えついたのはご飯にいきなり覆いかぶさるという奇襲戦法であった。給与の一作捨て身の戦法である。これがすなわちいなり寿司である。ご飯としてもいきなりべったりと覆いかぶされてしまってはもう身動きができない。おとなしくいなり寿司として観念せざるを得なかった事情もよくわかるような気がする。いなり寿司における油揚げはおかずではなく一種の皮である。おにぎりにおける海苔と同じように一種のパッケージとも言える。パッケージではあるが噛み締めていると実はおかずであるということがよくわかる。ここのところが油揚げが考え抜いた独自のアイデアなのである。ネーミングにも心を配ったらしい。いなりを持ってきたのがよかった。これが単刀直入の油揚げ寿司だったら今日の成功はなかったに違いない。こうして油揚げはご飯界の一角、弁当方面に切り込むことに成功したのである。そしてついにセブンイレブンの恵子さんと共にテレビ CM 出演という快挙を成し遂げるまでに至ったのである。諸君、特に今前途に光明を見出せないでいる諸君、心くじけたら油揚げに思いをいたそう。油揚げだってやれたではないか。